こんにちは、森コーポレーション社長の森です。今回はですね、最近セキュリティとかって結構騒がれてるじゃないですか。と携帯なくしちゃったりとか、あと PC なくしちゃったりとか、データ大丈夫なのとかいう問題が結構起きてます。日経の雑誌とか見てても毎回一つはそういうネタが入っていると。つい最近もね、いろんな市役所のデータが漏れちゃったんじゃないかとなったりとか、そうやって騒がれちゃいますと。モバイルに入ってる WebEX のデータ、チャットデータとか資料のデータ、ホワイトボードのデータとかも、全部 WebEX に入ってるんですけど、入ってる状態でこれなくしちゃった時に大丈夫かっていう、やっぱ心配になるお客さん多いんですと。一応シスコ的にはここに書いてる通り、紛失しても消えますよと書かれてます。実際に本当なのかなっていうのをまだ見たことないので、ここで検証してみようかなと思います。一応ね、想定するシチュエーションとしてはモバイルなくすっていうケースがほとんどだと思うんで、今回はこのモバイルでなくしてしまって、通信がまだできる状態で管理者がリモートでそのデータを削除できるかっていうのを試してみたいと思います。これを使うにあたっては、プロパックっていう追加オプションのライセンスが必要なので注意してくださいと。今回はプロパックのライセンス入れてる状態でやってますんで、おそらくできるだろうと思います。じゃあ早速なんですけど、今回ね、明智光秀というユーザーアカウントを作ってます。 iPhone ログインしております。で、明智様之助という人との、チャット履歴が残っております。こんな感じです。本能寺に敵がいるらしい、焼き打ちしないと。明智光秀がちょっとモバイル端末なくしちゃったと。で、これ見つかったら大変なことになるぞ、もしかしたら殺されちゃうかもみたいな。絶対消さないとと、消しましょうという、実際にやってみましょう。本当に消えてんのかなとか、データ残ってるのかなっていうのを見たいんで、 iPhone の中の設定 でこの WebEX のストレージを確認します。アプリケーションのサイズ自体は 404MB なんですけど、書類とデータって 31MB、 ここが多分そのチャットデータとか資料とかね、ホワイトボードのデータとかも全部ここに収められてるはずです。 100MB の資料をちょっと置きます。あ、今来ましたね、はい、作戦計画書 100MB、 これが漏れちゃいけないデータですと。これを多分何もしない状態であれば 31.2MB で初期の状態と変わらないんですけど、これをタッチします。 WebEX の作戦計画書で、これを今ダウンロードしてます。で、ダウンロードしたら、はい、増えましたね。おお、これが漏れちゃいけないので、そのリモートでこれが消せるかなんですね。さっきのぐらいに戻せるかどうかですっていうのを見たら確認できるかなと。あとはね、ログアウトをちゃんとしてくれるかですよね。 WebX 自体がこうやって開くとすぐ開いちゃう仕様なんで、タッチするとそうですね。ここがID パスワードをちゃんと聞かれるようにしてくれないと困ると。なので見られちゃいますからね。早速やってみましょうか。じゃあこれをなくしちゃいましたと。おそらくこの状態ですよね。この状態になってるはずですね。だからさすがにオープンな状態でなくす人さすがにいないと思うんで。開きっぱなしで。そうですね。じゃあまずこの状態で WebX のコントロールハブ、 WebX をコントロールというか設定するためのクラウド側にある設定する場所ですね。ユーザーで明智光秀さんのセキュリティ、このアクセスリセットっていうのをやるとどうも消えるらしいんですよね。それを試してみようという試みです。大人の事情でちょっと期間が来ましたけど、再挑戦となります。前回こういうファイルを置いて、データ容量 153.2MB、 このデータがあると危険ですよねと。紛失した時にね、 それがちゃんと消えてほしいっていうのが今回の実験です。プロパックでうまくいくのか。本当に消えるんですかね。本当に。で、一応スリープにしましょうか。多分なくすときはこの状態じゃなくてこんな感じ、そうですね、スリープの状態でなくすと思うんで、これを想定してアクセスリセットをかけたいと思います。これ WebEX のコントロールハブといって、管理者がね使う画面になります。だから会社のセキュリティ担当者とかが、もう社員がなくしたときにデータを消さなきゃっていうので、アクセスリセットをかけると。はい、押しました。あ、早いね。確認なかったな。いきなり行っちゃいました。はい、時間も測りましょうか。はい、一応。今のとこ反応ない、ね。なんか反応あんのかな。開いてみましょうか。X。まだ入り。あ、入ったらいきなりサインアウト、ログイン情報の期限が切れてます。もう一度サインしてくださいって言えた。あ、抜けた。早っ。あ、もうサインアウトされましたね。で、この状態でファイル見ましょうか。さっき気になるでしょ、ストレージ。さっきのデータ通したね。あ、 35.8
8メガバイト。おお、本当だ。ちっちゃくなってますね。そうですね。さっきのデータは消えてるんですよ、一応。ってことは、ちゃんと動いてるってことですね。動いてると。お、よかった。あ、すごいですね。はい。あ、すごくないですか？すごい。めちゃくちゃ早い。早い。ちょっともう一回やりますね。はい。もう一回ちょっとしつこくログインしてみますね。しつこくログイン。はい。でもびっくりしたな。もう開いた状態でやってみます、今度。いけた。はい、サインしていまーす。はい。で、ここに見ると、はい、サイズに結構していますね。今入ってもデータストレージってないんですよね。そうですね。なので、一応もう一回ダウンロードします。これで毎回ね、サインアウトしたら消える仕様みたいですね。素晴らしいですね。うん。その方がいいですよね。安心だし。で、こう、もう一回ダウンロードしましたと。で、見ると、増えてますね。で、この開いた状態で紛失しましたというのを想定して、はい、もう一回やりますよ。アクセスリセットいきますよ。押します。はい、何にも変わんないさすがに無理か、これは。さすがに、そうですね。何かしらアクションを起こさないとこれはダメな感じですかね。じゃあちょっと待ちます。さすがにこの状態でなくすなって話ですよね。開きっぱでなくすのはちょっと頭悪いですよね。そうそうです。ちょっとそれは、はい、もうやってる最中に強奪されるとそうですね。ちょっとも動かしてみましょうか。はい、動きました。ああ、ダメですね。ダメですね。この状態から一回スリープするかなんかしないとやっぱあれなんですかね。ああ、ダメかもしれないですね。確かアクセスリセットの詳細のところにアクセストークンの、時間のことを書いてましたよね。すぐに削除する必要がある場合は削除する場合があるか、この有効期限の設定がどのぐらいなのか次第で多分この画面も変わると思いますかね。言ってる意味もちょっとよくわかんないですよね。ユーザーのアクセスをリセットすると、ユーザーのアクセストークンが取り消されます。取り消されたはずだけど、もう裏では消されてるっていうことなんですかね。じゃあそれ一回スリープしますね。はい、スリープしました。はい、でもう一回開きます。はい、こうなった時に、もう来ない。あれあれ、今回ダメかな。あ、来た。何なんだ、何なんですかね。時間じゃないですよね、今のは。え、むず、もう一回やってみましょうか。むずわからんね。なむず、どのタイミングで動いてんの、これ。むずいっすね。むずいっすよ。一旦入ってますと、明智茶之助さんからの秘密の文書を受け取りました。 153.7 メガででかいですね。ここじゃなくて、こうしときますか。やって開いたらアウトしてればもう最高っすね。そうですね。アクセスリセット行かせていただきます。リセット。はい。数時間ほどって出るんですよね、いつも。うん、そう。数時間って何やろ、何時間やろって思うんですよ。ねえ。出てくるかな。この状態から、ちょっと一回入ってみますか。なんか見えます。見えます。データも見えちゃうぜ。あ、データ見ようとしたタイミングですか。なんすかね。でも、ま、1分経ってないっすね。経ってないっす。40秒ぐらいっすね。何しても一応切るようになったな、でも。これいいことですね。動かしてるとなるのかな。開いてる状態で、例えば1分2分でサインアウトしましたってなったらいいですよね。うん、この状態でね。もう一回行きました。この状態で来たら理想的だよ。キャッチアップとかするタイミングで見てるんでしょうね。でもさっきのタイミングだと、あ、来ましたね。来た。45秒ぐらいでしたね。45秒でしたね。すげえ。やりましたね。やりましたね。こういうことですよ。これが欲しかったんですよ。プラプロ。よかった、プロパック。これで、ログイン上の期限切れてますって出ちゃって、強制サインアウトされちゃうと。だから時間が勝負ですね、本当に。とにかくなくしたらすぐに情報システムさんに連絡して、すぐにリセットして1分以内で。1分以内で、いけますから。アクセスリセットのした後にポップアップで、数時間お待ちくださいっていう。うん、あれ変えた方がいいかなって気がしますね。環境で数時間って変わります。そんなに時間変わるんですか、これ。そうなんだ。あと、もっとよく言うなら、サインアウトしました。やつを通知してほしいなってちょっと思いました。確かに分かんないですよね、消した人。やったからもういいでしょうので。そう、それ分かんないですよね。多分出てこないよな。分かんないんだろうな、ここは。信じるしかない。信じましょう。一応年代もう一回やります。これだと出てこないですよね、多分。多分出ないですよね。開いたタイミングでサインアウトっていうのが多分ポップアップで出てくる感じですよね、きっと。
急にポップアップで出てこないかな。一旦これで1分放置してから見てみます。アクセスリセット開始。アプリを上げた瞬間に受け取るんですかね。じゃあバックグラウンドにいるんですよね。開いた瞬間に来そうな気がしますよね。はっ、キャッチアップとかはまだ動いてない。されない。来た。あ、やっぱそうだ。そうっすね。うん、開いた瞬間に来ますね。ログイン情報の金が切れていますっていうのはちょっとなアクセスリセットされましたとか言わないようにしてる。あ、してんのかな、わざとね。もしかしたらそういうことか。まあバレたら嫌ですもんね。起動してない状態からとかどうですか。アプリを起動していない状態で落としておいて、スリープ状態で、その状態でなくしたという過程で。いいですよ、それやりましょう。でこの状態でこれ押そうすと、こいつを。はい、今の状態って、まあ、残っちゃいますね。どうしてもサインインが止められないですよ。そうそうそう、これを落とした状態で、はい、こういう状態。じゃあこれでいきましょう。はい、どうかな。1分経ったらあげます、はい、なんか来たらいいですけどね、通知が。期限が切れましたって。そうそう、そうなんですよね、はい、よし、行きましょう。1分経ったんであげます。はい、はい、いただきます。おお、やっぱこの状態だと、あ、もうないんだ。ないっすね。素晴らしい。開く前に見たかった。一応もう一回見ましたか。もう一回言ってます。はい。それはそれが気になりますもんね。パスワードとか書いてる人いますからね。やっぱチャットの中に。はい。はい、でかいですと。アクセスリセットいきます。はい。1分待ちましょうか。1分経ちました。で、開きますね。この状態で今何が起きてるのかっていうのが大事で、データどうなってるんだろうと見ましょう。まだ残ってる。残ってるんですけど、開いてみましょうか。開いたら、はい、消える。今のこの瞬間に消えたんじゃないかな。あ、ちっちゃくなった。あ、急に消えましたね。やっと分かりましたね。分かりましたね。開いた瞬間にもうリセット命令が来て、強制サインアウトされて、データも消すという作業がこれ行われると。トリガーがとにかくアプリの立ち上げたアクションですね。ですね。ないと残った状態になると。ただ暗号化されて保存されてるはずなんで、まあ、問題ないと思うんですけど、消えて安心ですよね。サインアウトされるだけでもでかいですよね。ここが開いてる限り見られちゃいますからね、チャットの内容とかも。 LINE とかでもあるのかね。 LINE ワークスとか企業用のやつがあるやつ、あれだともしかしたらこういう機能も搭載されてるかもしれないですね。LINE ワークスも試してみたいですね。まあ、その中の情報って、どんな情報ありますからね。個人情報の塊です。そう、塊ですからね。電話からチャットになって、もう全部チャットに入っちゃってますからね。はい。情報が。いや、いいね。いい動きだ。これですよ。求めてたの、ほんと。よかった。はい、安心しました、動いて。まあ、いろいろなちょっと事情で。1ヶ月半かかりました。1ヶ月半かかりましたけどね。iOS にね、関わる何かでしょう。パソコンもうまくいきましたしね。Android も問題なかったみたいなんですけど。iPhone だけがね、1ヶ月半かかったということで、その間に何があったかっていうのは、まあ、お想像にお任せしますと、はい、もしこれで大丈夫だって言って試してみて、これできねえじゃんってなったらコメントいただくか、シスコさんの方に。そうですね、直接お問い合わせいただければって感じです。はい、そうなります。プロパックをやっぱ契約した方が安心が買えるんで、 WebEX 使う大事な情報を取り扱ってる企業の方はぜひプロパックをお勧めします。追加オプションライセンスという感じで契約できます。標準でついてこないんで、この動画をいいと思った方はちょっと高評価の方とチャンネル登録の方よろしくお願いします。ありがとうございました。